アリシソコは、フランスブロワ出身のサッカー選手。ポジションは、左サイドバック。アリシソコとも表記されるが、アリシソコと発音される。故郷のクラブのメイトルジェブロワ及びブロワフット41でキャリアを始め、2004年に FC、グニョンに参加し、下部組織での3年を経て、2006から07シーズンに、トップチーム初出場を飾る。さらに、 一シーズンを過ごした後の2008年6月に、プリメーラリーガのビトーリア・セトゥーバルと契約し、そこからわずか半年後に全連動王者の FC ポルトへの移籍を勝ち取っており、ポルトではリーグ戦と達成でポルトガルの2冠を達成し、初めて UEFA チャンピオンズリーグを経験した。2009年7月には、 セリエ A の AC ミランへの移籍失敗後、移籍金1500万ユーロで、リーグ1のオリンピックリオンと5年契約を締結する。2012から13シーズンにプリメーラディビッシュオンのバレンシア CF へ売却され、2013から14シーズンは期限付き移籍によって、プレミアリーグのリバプール FC で過ごした。フランス代表としては、2009年11月に初、 招集され、それから約1年後の2010年8月のノルウェー戦で初出場を飾った。また、両親はセネガル出身であり、セネガルとフランスの2つの国籍を持っている。初期セネガル出身の両親の下で、ロワールイコールエイコールシェール県の首都ブロアに生まれ育った、しそこは兄3人がサッカー選手だったため、幼い頃からサッカーに親しんでいた。 なお、ママドはシソコの代理人を務め、デンバは、地元のアマチュアクラブである、ブロワフット41でプレー、イサシソコは、セリエ B のバーリに所属しており、セネガル代表経験を持つ。8歳の時に、メートル J ブロワでキャリアを始めて、以降、ブロワフット41、フコ、サンジャンドラルエルを当たり歩き、サンジャンドラルエルでのプレーが当時。 リーグドゥニータ FC グーニョンのジャンアセドアシスタントの目に止まり2004年5月にグーニョンの株組織に入団した。株組織とリザーブチームでそれぞれ2年を費やした後2007年5月25日の FC メス戦でプロ初出場を飾ると次の2007から08シーズンに2010年6月までのプロ初にして3年契約を締結し さらにアラン・ラベラ監督によってトップチームに登録された。ラベラ監督の下では主に途中出場。2007年5月にアレックス・デューポン監督が就任して以降は先発での出番をつかみ、最終的に出場22試合中のうち15試合に先発しているがチームの3部への降格を防げなかった。2008年6月2日に プリメーラリーガのビトーリア・セトゥーバルと2011年までの3年契約を締結する。ビトーリア・セトゥーバルでは8月22日のビトーリア・ギマラニース戦で初出場を飾って以降のリーグ戦で15試合に出場しエールディビジノ SC ・ヘイレンフェーンとの UEFA カップ2008から09で欧州カップ戦初出場をした。ポルト・ビトリアでの活躍から 2009年1月10日に60%の保有権に相当する遺跡金30万ユーロで前期王者 FC ポルトと3年半契約を勝ち取るとリーのネルソン・ベニテス、ペドロ・エマヌエル、ホルヘ・フシーレの4選手が次々と起用されてジェスワルド・フェレーラ監督の懸念事項となっていた左サイドバックに1月17日のタッサダ・リーガでのアカデミカ・コインブラ戦で 初出場を飾って以降レギュラーに定着し、リーグ戦4連覇に貢献した。また、31日の達者ダリーガ決勝での FC パソスデフェレーラ戦に先発出場して2冠を達成している。一方、UEFA チャンピオンズリーグ2008から09では、UEFA チャンピオンズリーグ初出場となった2009年2月24日のアトレティコマドリード戦で、 一度りのミスからセルヒオ・アグエロのパスを通らせ、マキシロドリゲスに先制点を許してしまったが、左サイドの正確なセンタリングで、リサンドロ・ロペスの得点をアシストして、名誉挽回した。次のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦は、敗れこそしたものの、ウェイン・ルーニーや、クリスティアーノ・ロナウドへの対応から注目を集めた。リオイ2009年6月14日に、 AC ミランのアドリアーノ・ガリアーニ副会長によって公式ウェブサイト上で資想獲得が合意に達したと発表され遺跡金はオリンピックリオンとの争奪戦の末2500万ユーロで決着したと見られていたところが翌日のメディカルチェックの際に口と歯に問題が発覚しそれが筋肉の問題に発展することを懸念したミラン側は 買取オプション付きの期限付き遺跡で再交渉となったものの今度は両クラブが求める遺跡金に開きがあったことで18日に交渉は正式に破談となったこれに対してしそこはそもそも派に問題はなかったと説明している新加入したバレンシア CF のエスタディオでメスタージャで行われた 自身のお披露目会でのシそこその後、7月18日に移籍金1500万ユーロで、オリンピックリオンと5年契約を締結し、また、リオンから次のクラブへ移籍する場合の移籍金20%が、ポルト側に支払われる条項が付随された。なお、同移籍の際にシそこが、ユース時代に所属していた、ブロワフット41に、育成費として16万2500ユーロが、 支払われている。20日に新加入のミシェル・バストスと記者会見が行われ無事入団を果たし、幹部のベルマ・アルラコンブから未来のエリック・アビダルと期待を寄せられたシソコは8月8日のルマニューシートの開幕戦で初出場を飾ると9月26日のトゥルーズ FC 戦で52分にヤニス・タフェールの同点をアシスト12月9日の UEFA チャンピオンズリーグ2009から10でのデブレツに VSC 戦で移籍後初得点を記録する。この得点について FC バルセロナにインスパイアされたと話した。それから2週間後のモンペリエ HSC 戦でもアシストをした。最終的に2009から10シーズンは退団したファビオ・グロッソの穴を埋め。 クロード・ピュエル監督の下で不動のレギュラーとしてリーグ戦31試合にアシストを記録しチャンピオンズリーグではグループリーグから準決勝までの全12試合に先発出場したピュエル監督の後任レミ・ガルド監督の下でも主力を務めていたものの2011から12シーズン終了後にクラブのジャンミシェル・オラス会長からチームに悪影響を与えていると クリス、ミシェル・バストス、キム・シェルストレームと共に名指しで避難され、放出されることとなった。バレンシア2012年8月24日、対談したジョルディ・アルバの後釜として、遺跡金600万ユーロでプリメーラ・ディビシオンのバレンシア CF と4年契約を締結し、同胞、ジェレミー・マテューと左サイドバックで定位置争いを繰り広げることとなった。バレンシアでは、 マテューが負傷したことで FC バルセロナ戦で初出場を飾って以降左サイドバックに本職が自身しかいなかったこともあって先発に定着し25歳の誕生日にセルタデビー5戦で初得点を挙げると序盤こそうまくいっており11月11日のレアルバリアドリード戦で移籍後2得点目にして先制点を挙げたがオマールラモスを ペナルティーエリア内で倒し、ペナルティーキックを与えて、失点の原因となってしまった。すると、左サイドバックを本職とする選手がいなくなって、しまったことで、実説には、それまで、左サイドハーフを務めていたアンドレス・グアルダードが、据えられると、以後は、定位置争いを、グアルダードと繰り広げることとなり、自身の制裁を書くプレーから地位を脅かされた。 リバプール2012の13シーズン終了後に、エルネスト・バルベルデ監督からミロスラブ・ジュキッチ監督に交代したが、状況は好転するどころか、フアン・ベルナートが対等してきたことで、左サイドバックの序列で4番手となったために、構想外となり、2013年8月20日に、プレミアリーグのリバプール FC へのレンタル移籍が決定した。 24日のビラパークでのアストンビラ FC 戦で、イヤゴアスパスに代わって69分から初出場を飾ったものの、27日のフットボールリーグカップでのノッツカウンティ FC 戦で、前半10分に足首の負傷によって交代し、全治6週間となり、加入早々に離脱することとなった。復帰後の10月27日のウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で、 ルイス・スワレスの得点をアシストするプレーを見せこそしたが、他の試合では、全体的に制裁を欠いた影響から、本職が、右サイドバックのジョン・フラナガンに、左サイドバックの点位置争いで脅かされていた。そのフラナガンが負傷のため、12月16日のシティオブ、マンチェスター・スタジアムでのマンチェスター・シティ FC 戦で6試合ぶりに、出場し、 1>, 1月のストークシティ FC 戦では前半早々にシュートしたボールが相手 DF のライアンショークロスに当たって先制点となった。その後しばらくは出場機会を得ていたものの不安定なパフォーマンスに一部から批判され最終的にフラナガンどころか終盤戦にはグレン・ジョンソンが左サイドバックに据えられる事態となっておりまた負傷による長期離脱中で 本来一番手の補正エンリケの存在もあるため、3月に買い取られないことが決定した。アストンビラ2014年8月8日、アストンビラ FC に4年契約で完全移籍した。家にマラティアスポル2017年8月、家にマラティアスポルに2年契約で移籍した。セネガル出身の両親の下で生まれ、セネガルの国籍を持っていたことから、 セネガル代表での出場資格を有していた。シソコは、グーニョン時代に、セネガル代表でのプレーを望んでいたが、セネガルサッカー連盟が、自身のパスポートを喪失させ、また、自国出身の選手のみで構成したいと言い渡された。ことで連盟に対して失望しており、後に、ポルトでの活躍から再連絡された際に召集を拒絶し、生まれ育ったフランス代表でのプレーを決意した。 2009年11月6日に 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のアイルランド戦へ向けレイモンドメネク監督により負傷中のガエル・クリシーの代役としてフランス代表に初招集されたが同試合はパトリス・エブラの控えとして未出場だった。 2010 FIFA フフワールドカップ終了後の8月5日に、ノルウェーとの親善試合に向けて、ローラン・ブラン監督によって招集され、11日の同試合で先発フル出場し、代表デビューを果たした。FC ポルトオリンピックリオン。ありがとうございます。